シェパードのデメリットを詳しく説明します。シェパードは非常に賢く忠実で優れた作業犬として知られていますが、飼育する際にはいくつかの注意点や問題点があります。これらはシェパードを飼う前に十分に考慮する必要があります。運動量の多さとエネルギーの高さ。シェパードは非常にエネルギッシュな犬種であり、毎日大量の運動を必要とします。散歩だけではなく、知的刺激や遊び、トレーニングなどを通じて心身ともに疲れさせる必要があります。これが不足するとストレスや退屈から問題行動を引き起こすことがあります。例えば家具をかじったり過剰に吠えたりするなどの行動が見られることがあります。社会化不足による攻撃性。シェパードは警戒心が強く防衛本能が高いため、適切な社会化が欠けると攻撃的になるリスクがあります。子犬の頃から他の犬や人、様々な環境に慣れさせることが非常に重要です。社会化が不足すると予期しない状況で攻撃的な行動をとる可能性があり、特に大きな体格のため他者に危害を加えるリスクが高くなります。しつけと訓練が難しい場合も。シェパードは非常に賢い犬ですが、その分しつけが必要不可欠です。経験の浅い飼い主がシェパードを飼うとうまくしつけられず、支配的な行動や反抗的な態度を示すことがあります。強いリーダーシップが求められ、トレーニングに時間と労力を費やす必要があります。またシェパードは非常に感受性が高いので、トレーニング中に過度な叱責や罰を与えるとストレスを感じて学習意欲が低下する可能性があります。健康問題。シェパードにはいくつかの遺伝的な健康問題がよく見られます。特に有名なのが股関節形成不全です。これは股関節が正しく形成されていないため、痛みや歩行困難を引き起こす病気で、最悪の場合手術が必要になることもあります。また胃捻転、胃の中でガスが溜まり胃がねじれる症状や皮膚アレルギーもよく見られる問題です。定期的な健康診断と獣医師との連携が必要です。抜け毛が多い。シェパードはダブルコートと呼ばれる厚い紐を持っているため、特に乾けき春と秋には大量に毛が抜けます。この時期には毎日のブラッシングが必要で、家の掃除も頻繁に行わなければならなくなります。アレルギー体質の人にとっては特に問題となるかもしれません。長時間の放置ができない。シェパードは非常に社交的で飼い主との強い絆を持つ犬種です。そのため長時間の孤独には耐えられず、分離不安を引き起こすことがあります。これは飼い主が家を離れる時に不安やストレスから吠えたり家具を壊したりする行動につながります。フルタイムで働く家庭や犬に長時間一人でいることを強いる生活スタイルにはあまり適していないかもしれません。強い防衛本能。シェパードは防衛本能が強いため、家族や財産を守ろうとする姿勢が非常に顕著です。これが行き過ぎると過剰な警戒心や攻撃的な行動につながる可能性があります。しっかりとした訓練とコントロールをしなければ、訪問者や他の動物に対して攻撃的な行動をとることがあります。コストがかかる。シェパードの飼育には医療費、トレーニング、食費、ペット保険など多くの費用がかかります。特に大きな犬であるため食費も多く、また健康問題が発生した場合治療費も高額になることがあります。加えてトレーニングや社会化のためにプロのトレーナーを雇う必要がある場合もあります。シェパードは忠実で賢く多くの能力を持った犬ですが、その反面適切な飼育や訓練が欠かせません。運動や訓練、社会化、そして健康管理に対して多大な労力と時間を必要とするため、初心者向けの犬種ではないと言えるでしょう。シェパードを飼うことを検討している場合、これらのデメリットをしっかりと理解し十分な準備をすることが重要です。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。